串谷の福袋開封動画をやりたいなと思います。これはちょっと僕使わないかな。これはね、当たりかもしれない。はい、皆さん明けましておめでとうございます。エスプレッソライダーです。今日はね、2018年の一発目の動画ということで、まあ、何かね、お正月らしいことをしたいなと思って福袋を購入したので、それの開封動画をやりたいなと思います。で、僕が購入した福袋なんですけれども、もうすでにね、あの画面の方に映ってると思うんですけど、串谷の福袋、福袋というかもうこれ箱ですよね、福箱を購入したので、今日はね、これの開封をしてみたいなと思います。まあ、これはどうやって入手したかというと、あの通常串谷だと、まあ年末ですかね、年末に応募をして、まあ抽選という形でね、当選すると正月に郵送で送られてくるといったシステムみたいです。で、僕はね、あのネットでは申し込まずに、あの店頭の方に、今朝ですね、店頭の方に出向いて、並んで、ゲットしました。一応プランとしては、3万円コースと、5万円コース、あと10万円コースっていう3パターンありまして、僕は5万円コースを購入しました。で、店舗で購入して自宅に運んだんですけど、なんていうんですかね、なんかめちゃめちゃ軽いんですよね。なんか軽くて、こう振ると結構なんか隙間があるというか、なんか詰まってる感が全然なくてですね、ちょっと開ける前からすでに敗北感が漂ってるんですけど、大丈夫かな、ちょっと心配ですけど、とにかく開けてみようと思います。よっしゃ。いやー、ほんと2018年の、まあ、一発目の運試しですよね。何が出るかな。あ、なるほど。あ、なるほどね。ちょっとね、一個ずつご紹介したいなと思います。まずは小物系から。はい、まずね、カレンダーです。串谷のカレンダー、これは多分ね、全部に入ってるんじゃないかな。カレンダーです。一つで、次は、これがいいか。串谷のクリアファイルが入ってました。まあ、これもね、多分、全部入ってると思います。で、次が、串谷のステッカー、ミラーステッカー、1200円が入ってました。はい。じゃあ次は、串谷の富士山キーホルダーが入ってました。900円。次がね、どれ行こうかな。これは何だろうな。とりあえずね、一番心配してたのは、まあ多分ジャケットは入ってるんですけど、色が、なんかこう、奇抜じゃない色じゃなければいいかなと思っていて、黄色とかね、赤とか。今ね、パッと見た感じだと、そこは大丈夫そうです。じゃあ次はね、これかな。はい、スプリント T シャツですね。6800円。本当?6800 円の T シャツが入ってました。高っ。で、次がね、あ、これ忘れてた、これ小物ですね。ペン、串谷のボールペンが入ってました。次がね、これオーシャンポロスシャツ、1万円。1万円のポロシャツが入ってました。で、次がね、これが問題ですね。これはちょっと僕使わないかな。色が微妙。グローブですね。クロスレザーグローブ、これ
9200円。ちょっとね、色が微妙ですよね。白のグローブ、これはちょっと使わないかな。とりあえずグローブが入ってました。で、これが次最後ですね。これはね、当たりかもしれないこれ多分当たり。まずあのゴアテックスって書いてあります。じゃあ出しますか。よいしょ、じゃん。見えるかな、見えない、反射して見えないかな。ゴアテックスのオールウェザージャケットが入ってました。金額72,000円これ当たりですよね。黒だし、これはいいな。ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じ。ゴアテックスの、ウィンタージャケットが入ってました。これは当たりですね。ちょっとね、あのロング丈なのでどうなんだろうな、防寒性はすごい高いと思うんだけど、まあちょっと僕の好みではないかなって感じなんですけど、一応ねゴアテックスのジャケットが入ってたので、これは当たりですね。よかったよかった。で、合計で、このジャケットが72,000円で、ポロシャツが10,000円、 T シャツが6,800円、あとグローブが10,000円だから、まあ大体ね5万で、10万近くのものが入ってたので、まあ元は取れたかなと思います。まあこれはね当たりっていうことでいいんじゃないかなはい、っていうことでね、まあなんだろうな、一応当たりなんでしょうけど、まあゴアテックスのねジャケットが入ってたので、まあ当たりだと思うんですけど、ちょっと僕の好みではないなっていうのがあるので、ちょっとこれを使うかどうかはね、あのちょっと検討したいなと思います。まあとにかくね、あのそんなに激ハズレっていうことではなかったので、良かったなと思います。じゃあね、今日はね本当にただこんだけの動画なんですけど、まあ2018年もね、まあこういったねバイク関係の動画をねどんどんまた作って公開していきたいなと思っておりますので、また2018年もよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。エスプレッソライダーでした。じゃあね、バイバーイ。